阪神競馬場メインレースの発走です。スタートしました。おっと、栄進三三出遅れてしまいました。まずは先行争い、アルファキュート前に行きそうです。エンマゴアそれに続いています。さらにはエアムーン、17番つくばノーブル、その後ろサイレントハピネス、後方からここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。前はアルファキュート、アップピット、ほとんど差がありません。つくばノーブル3番手、送信フォルム、いい位置。果たして先頭を捉えるか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はアルファキュート、アップピット続いています。つくばノーブル、その後ろエアムーン続いています。その外からは天馬備前、その隣からはラブダイヤモンド、送信フォルム続いています。並んでプライムステージ、その隣からはヤマニンパラダイス、エンマモア、その後ろ、その外からは千本桜。4コーナーをカーブして、さあこれからです。アルファキュート、先頭、送信フォルム先頭、懸命に追いすがります。ヤマニンパラダイス頑張る。さあ先頭に立ったのはヤマニンパラダイス、ヤマニンパラダイス先頭、ヤマニンパラダイス先頭、サイレントハピネス迫る、ヤマニンパラダイス、ヤマニンパラダイス1着、2着にはどうやらサイレントハピネス、見事に勝ちました。ヤマニンパラダイス、送信フォルム敗れました。ようやく3着争いといったところでしょうか。